新車情報93でございます。私は三本和彦です。今週も先週に引き続きまして第30回のモーターショーを振り返ってみようと思います。そこで、国内の自動車メーカーの方々で、先週おいでいただいた方々の他の会社の方、純不動でございますがおいでをいただきまして、今後の自動車像、ちょっと未来の、ずっと先のことは分かりませんから、ちょっと未来の自動車像はどんな風になるのか占えれば幸いだと思っております。どうぞブラウン管に映るエンジニアの表情などもお見落としのないように、お願いしたいと思います。はい、私のコーナーなんですが、先週は輸入車をピックアップしてご紹介しました。今週は人気の RV 車を特集しようと思っております。どうぞお楽しみに。それでは今日お越しの各メーカーのエンジニアをご紹介いたします。お客様は純不動でございますが、私のお隣からダイハツ工業の電気自動車事業部の部長をなさってらっしゃる、川勝志郎さんでいらっしゃいます。そのお隣が日産自動車のリージーで、技術開発企画室の主管をなさってらっしゃる、津田康久さん、この番組には何度もおいでいただいております。それから富士重工、スバルといった方が通りがいいでしょうか、富士重工のデザインセンターの主査をなさってらっしゃる加藤秀文さん、そのお隣がホンダ技術研究所の商品企画室のマネージャーをなさってらっしゃる牧口貞夫さん、しんがりはいすゞ自動車の工業デザイン部第一グループリーダーの本田拓夫さんにおいでいただきました。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。各社代表だと思いますので、よろしくお願いいたします。ひとまずここで、まずは CM をやっつけてしまおうと思います。さて、忙しい番組の始まりでございますが、本題に入る前に、先週と同じように、この番組の、ルールみたいなものをご説明したいと思います。持ち時間は1社あたり5分でございまして、残りが1分になったところで合図をいたします。これが鳴ります。でこれが鳴りましたらあと1分だなと出演者の方に思っていただいて、まとめに入っていただくというわけでございます。で本日のトップバッターはダイハツ工業のコンセプトカー EV セダン、これについて、まずは概要のお話をいただこうと思います。はい、お願いします。お願いいたします。EV セダンで、EV といいますのはエレクトリックビヒクル、電気自動車でありますね。ご覧の通りこれ非常にユニークなスタイルをしていると思うんですけども、かといいまして、すぐ街の中へ持って入りましても、自然に溶け込んでいただけるんじゃないかなというふうな、私どもとしましてはこの電気自動車のデザインとはどんなものかということを追求したものでございまして、当然のことながらコンセプトとしてはフリーかサイレンス、静かですね、それとセフティーと趣味を置いております。技術的にはやはり電気自動車、私どももう30年近くやっておりまして、この基本的なというのをベースにしております。今回はさらに小さなエンジン、660cc の軽自動車のエンジンをですね、それをハイブリッドエンジンということで特別クリーンにしたてというふうなことでございまして、よく言いますリンバーンとか、その他いろんな技術があるわけですけども、こういうことでクリーンエンジンを実現してますし、ハイブリッドではエンジンが回りますと音が出ますので、それを消すためには最新の音響技術があります。いわゆるアクティブノイズコントロールといいまして、音が聞こえなくなると、安全でございますけど、当然のことながら各種安全装備というのは全て積んでおるわけでございますけども、さらには一部いわゆる追突防止装置というのは持っております。これは私どもの独自の技術でございますけれども、特別な画像処理技術を使いましてですね、前方の障害物を検出しながら、障害物があれば警報を出すというふうないわゆる安全システムのほかに、当然のことながらポップアップディスプレイによりますインフォメーションナビでありますとか、それから後方監視カメラというふうに思うと思います。形としましてはハイブリッド、ハイブリッドといいますのは要するに発電機が乗っておるわけでございますけれども、いずれにしましてもハイブリッドいろんな形でございまして、私ども過去モーターショーで、3種類ほどを出展するわけですが、今回のはそれに比べまして非常に優れた新しい形のハイブリッドシステムということになっています。なるほど。川勝さん、このハイブリッドはエンジンとモーターを持っているわけですが、このエンジンも走る方に使うんですか？そうじゃなくてエンジンはですね、
あくまでも電池がなく、そういうことですね。発電専用、と発電をさせながら走るということになりますと、航続距離は今の段階でどのぐらいでございますか。そういうことですので、こうタウン内で走るということに限りますればですね、はい、ガソリンがあれば、うん、まあ、走れるということでして、はい、いわゆる電池が放電するというふうなことはないわけでございますね。あ、そうですか。そうすると外部電力で充電をしないで、自分の自前の発電機で、充電しながら使うということができるわけです。はい、そうですね。まあそれが普通でございますね。そうすると、ただやはりともともエンジンは動いてる。だから先ほどのアクティブノイズコントロールが効くわけですね。ちょうど逆の位相の音を、日産のブルーボードがね、そうですね。一時変えましたね。はいはい。あれの少し高度なものと思っていただければいいと思います。ああ、そうですか。はい、でこの車は、まあ、実現性が高いと、もう前々からおっしゃってますし、前輪車の本田さん もう電気自動車長かったですがね。で、市販化、まあ、お宅は三輪車ではトライホイラーで電気をやりになったことがあるんですが、一時期そうですね、量産したことがありますね。はい、で市販をするとすると、ごく近い将来にいくらぐらいになりそうですか。まあ、難しい問題ですね。このシリーズハイブリッドシステムといいますのは、まだ技術的にも詰めないといけないところがありますし、どんなところがいけませんか。やはりですね、どういうふうな運転条件において絶えず最良のいわゆるクリーンサイレンスセーフティーを実現できるかというところはまだ詰めが残りますね。あともう一つございましてですね、はい、やはり一般に出しますね、耐久信頼性というですね、はいはい、でこれはまあこれから詰めていかなければならないという問題でございますので、まああと 2,3 年はかかるんじゃないかなというふうに見ておりますけれども、はい、電気自動車の耐久信頼性っていうのは、まあいろいろな原因があるでしょうけれども、はい、大体、距離にして何キロぐらい走ればまずまずだと思ってらっしゃいますか。今回、まあ、新しい例えば電池積んでますけれども、こういう電池ですとやはり、まあ、車の平均寿命であります10万キロというやつにつきましては、うん、まあ、今回のハイブリッドの電池ですとまず電池の交換は一切なしで焼けるんじゃないかなという見通しのもとにやっております。はい、ありがとうございました。続いては日産自動車のコンセプトカー AQX というものの説明をまずいただこうと思います。じゃあお願いします。お願いいたします。これから先10年くらいしますと、あるいは炭酸ガス排出抑制の問題が大変重要な課題になっているかもしれない。そうなると、解決が非常に難しい問題だもんですから、いっぺんまともにこの問題に取り組んでみたいということで、この AQX を作ったわけでございます。ちょっとこのグラフをご覧ください。はい、プリメーラの全長の中にプレジデントの室内スペースをしつらえました。それで、サニーの燃料消費で走る高級車、こういう設定でございます。なんでこんなことが可能になるのかって言いますと、レイアウトを合理化いたします。車体の一部にアルミニウムを使うとか、こんなことでまずは重量を下げます。で重量を下げて、エンジンだとかトランスミッションだとかを小さくするわけです。そうするとまた重量が下がって燃料消費が良くなるというわけでございます。それに、リーン版エンジンですとかリーンノックス触媒ですとか、マーチに乗っけて ご好評をいただいている、CVT を乗っけたりしております。でこのグラフをご覧ください。横軸は燃料消費でございまして、多い少ない、こちらは室内のボリュームを取ってるんですが、車の価値だと思ってください。今までのコンセプトカーがだいたいこんな風に並んでるんですが、今度の AQX は、価値を上げて燃料消費は抑えると、こういう日産の新しい考え方の代表であると、こんな風にお考えください。はい、難しいもんですね。サニーの燃料消費、それで、プレゼントの居住性持って、値段はどれに？これはですね、はい、やはりそのためにこの図を用意したとしてどうぞ、恐れ入りますね。サニーで買われたらたまんないわけで、はいはい、で、10年先そんな安くは売れません、はい、こういうことですね。どうしてかって言いますとね、うん、10年の間にはどんどんコストアップ要因が加算できますね、はい、安全対策も相当やっていかなきゃいけませんし、それから今の燃料消費だとか、それから、排気正常化、はい、
こういったものにもどん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 コストが加算でいくと。で一方可処分所得っていうのはそんなに伸びないだろうんですね。そうするとやっぱり今までお慣れになったコンフォートをですね、やはりその時に買える値段で買っていただく、そんな工夫が必要だと、こんな風に考えるわけです。ですから今のスケールでね、何百万円っていうのはあんまり意味がないんですが、そんなこと聞いちゃった。まあマキシマとプレジデントの間くらいでお考えいただきたいと。ああなるほど。その頃にマキシマとプレジデントが買える収入が年収の約半分っていうと嬉しいですがね、庶民の生活はその自動車の性能向上ほど上がらないんじゃないかと思ってちょっと心配になりますね。CO2 と一緒に暮らした方がいいかなと思うような業界に考えておかないんで、かといってね、はい、じゃあこういうものをそのうんと安く売るかっていうとね、まあ、今ご覧いただけば分かるように自動車産業不況になりますとね、結局日本の労働人口の 10% くらいは何らかの形でこう自動車産業に関係を持っておられますんでね、はい、そうです、全体が冷え切っちゃう、はい、やっぱり私どもも儲けさせていただいて皆さんも豊かになっていただく、こういうことが必要だろうと思うんですね。優しい顔してる言うことはきついんだね。そうですか。じゃあ我々の方もなるべく自動車産業の方にすり寄っていかなきゃいけないんじゃないかと思いますね。そうですか。で、これはセダンでございますが、はい、例えばライトバンのように、軽量の貨物を運ぶというのもこういう形式になるのか。その場合はね、後ろはやっぱりツーボックス的に開けていいと思うんですね。やっぱり高級車ですからこれは。そうしますと音だとか振動だとかね、あるいは匂いだとか、いろんなものを考えるとやっぱりトランクルームは分けた方がいいということになるんですけど、ね、なるほど、はい、ありがとうございました。続いては、富士重工スバルのコンセプトカーでジャスミンという花の名前で優しいですね。ジャスミンの特徴を一つお願いします。ジャスミンは省資源省エネルギーの推進と交通渋滞の緩和をテーマにいたしまして、都市生活者のための2シーターニュージェネレーションミニを開発兼コンセプトにしております。グローバルな視点でミニマムカーとしての必要条件を自由なそうで見直しております。全長 3.05 メートル、平面投影面積にいたしますとほぼ軽自動車と同じでございますが、このようなコンパクトのサイズに新時代の都市で活動する人々のためのパッケージングやデザインを機能などを織り込んでおります。車体ではアルミ、スチール、プラスチックなどの材料を適材適所に配置いたしまして、エッグコンセプトに基づきますコンパクトな軽量光合成ボディを実現しております。それから全方位衝突安全性も十分配慮した構造となっております。また都市でお使いになる時のキビキビした動き、運転の楽しさなどを実現する、そしてまた燃費の良さも考えまして、ガソリンエンジンでございますが直列4気筒 800cc のエンジンにフル電子制御の ECVT を搭載しております。狭い駐車場などでは乗り降りが非常に楽なように平行ヒンジのドアシステムですとか、コラムシフト、それからウィング式のスイッチパネル、から座席配置などに工夫を凝らしております。この車の特徴としております。はい、ありがとうございました。で、この車は2人乗りですか？そうでございます。ほとんどの車が常時1人の場合が多いんですが、そういう使用実態を考えまして2シーターといたしました。あ、そうですか、はい。でも小さな子供ぐらい乗せたいなと思うと収納箇所はもうそういう空間はありませんか？これはあくまで都市 で、ね、ビジネスを比較的中心に考えました2シーターとして考えております。働く人だけ、はい、主にというわけですか。他のコンセプトカーでは随分大柄でたくさん人が乗れるのがありましたね。ザグレスですか、はい、っていうのがありましたけれども、それこのエンジンはどんなエンジンなんですか？今の軽自動車に使っている 650cc エンジンのスケールアップですか？基本的にはそういうことでございます。この車の重量とですね、エンジンのバランスを自分考えましたら、非常にグローバルな視点で見ますと800が良いかということで、決めさせていただきました。
まあサイズからすれば 800cc で十分 かなりの性能を発揮すると思うんですが、問題は安全性にも配慮したとおっしゃいますけども、小さい全長で3メーターぐらいというとなんか とても安全は無理なんじゃないかというふうに思うんですが、どういうふうに安全は確保できますか。この車でいろいろ考えられておりますのは、例えばエンジンがあの床下に潜り込みますとかですね、フロアに若干の変形を入れましてエネルギー吸収するなどの工夫を凝らしております。だから速報ではあの非常にタイヤ周りのボディ強度というのがございますので、はい、オイルベースを切り詰めたということによって、側面からの衝突をブロックすると、それからツーシーターにいたしますので後方からのクラッシュストロークは十分見込めるということで、このサイズ寸法が決められました。そうですか。いっそのことこのテントウムシみたいな格好してますから、ドーンとぶつかったらコロコロと転がってですね、どっか行っちゃって衝撃もろにあの、受けない方がいいんじゃないか、転がってっちゃった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう発想はありませんでしたか。この車はあくまでも通常に走りましてですね、何かのアクシデントに対応できる能力は備えたいということで考えておりますので、もう軽自動車も来年度から93年、4年の春頃から、衝突試験があるようですね。で、その試験は、今のところ30キロとも40キロとも言われてるんですが、そんな風な程度の衝撃にということでございますか。もう少し大きい衝撃にも耐えられるんですか。はい、この車の目指すところはもう少し上のランクでですね、十分安全なということの研究成果の一部入ってございます。そうですか。小さくて信頼性の高い安全な車っていうのは確かに必要なんで、いつ頃も問題そうですか。この車のいろいろな展開がございますが、電気自動車、ハイブリッド車との発展も考えておりますし、継続的なこういう小さな車の研究をしていくつもりでございます。まずは一つ提案してみて反応を見てみるというところが本当になりますかね。コマーシャルでございます。さて次はホンダ技研工業のコンセプトカーで FSR というものです。一つ説明を、ではあの FSR の簡単な ご説明をさせていただきます。安全のニーズがですね、さらに高まる中で、我々は将来の小型安全セダン、シビッククラスのですね、あるべきファミリー像みたいなものを提案させていただきました。大きくはポイントが4つございます。1つは、いかに事故を未然に防ぐかというためにナビゲーションシステムを安全の方に応用させていただきました。2つ目は車と車、それからまた車と人の間に受けますコミュニケーションのあり方というものを追求してまいりました。1つは非視認性の向上であったり、あとはメッセージボードによる後ろの車のメッセージどう送るかということです。それから3つ目は最近やはり歩行者保護という問題が大変問題になってきますという観点から、歩行者保護のデザインというものを積極的に今採用することによって、また新しいデザイン、エクセルデザインのですねチャレンジもしてみたかったということでございます。それからやっぱり最後にドライバーのストレスをいかに減らすかということで、いかにイージーオペレーションというものを目指しました。それらの含めてですね、車全体に強化することによって、インテリジェントセーフティーというものを目指していました。はい、ありがとうございました。で、これはサイズとするとややシビックに近いものですか。はい、延長はシビックでございます。そうです、はい、全幅で若干ちょっと40ミリばかり安全のために増やしています。主に安全の説明をいただいたんですが、小資源とか排気ガスの問題とか、なんとかっていうことが盛んにうるさく言われますね。で近い将来にはもっと厳しい法律もできようかと思いますね。でその排ガスなどに対する対策はどんなふうに。これはまたこの車とは別なんですが、当然そういうものが入ったという前提で、それが車としてのその安全をどこまでですね、我々がアクティブセーフティーという観点でできるかということに一つポイントを置いて考えてみました。なるほど、はい、このコンセプトカーは主に第一次安全性、第二次安全性を含めて安全性を捉えてみたということです。そうです。
サージ。で、まあ、こういう比較の仕方は野暮なんですけれども、現在のシビックに比べてどのぐらい上がるものですか。ですね、とにかく今の事故の要するに予知予測というものを、はい、まあ、知能化によってやることによってですね、これは大幅に安全が向上する、うん、要するにぶつかって安全性がどうのという前にぶつけないという努力のためのものですから、まあ、要はドライバーの、その技量のいろいろレベル差をいかにナビゲーションを含めたもので縮めてあげるかということでございます。そうすると感知機能なんかもついてるんですか。例えば、はい、後ろからついてくる車とか先行車までの、はい、距離を演算して何とかするというような、一応レーダーブレーキみたいなものでですね、はい、追突防止だとかですね、そういうものがついてございます。それから道路のコーナーの状況によって、はい、車が予知し予測してドライバーに知らせて、危ない場合には車自身がコントロールをしていくというふうなシステムです。ああ、こんなの F1 でやってましたもんね。テレメーターコントローラーね、運転者バーでアクセルを踏みすぎるっていうと、はい、こっちの方で、仕掛けでエンジン吹かないようにしちゃうなんてのはできるわけですね、はい、そうすると道路に引いてある白線かなんか読みながら走っていって、はい、先が回ってるのにいつまでたってもスロットルを緩めないと車の方が勝手にスロットルを絞ってしまうと、そういうような類のものですか。いや、これはナビゲーションが読んでます地図の情報ベースにですね。あ、なるほど。今まで情報というのは便利情報でしかなかったんですが、はい、それを要するに車の行く予知予測、うん、して、まあ、ドライバーに危険を伝達し、うん、でドライバーの要するにコントロール間に合わない場合には車自身がブレーキをかけるないトラクションをコントロールしていくというシステムでございます。そうするとナビゲーションシステムが今採用されているよりも、はい、2段階ぐらい上がる、はい、っていうことですね、はい、一方的な便利機能じゃなくて車の神経系の方に情報を使っていくという考え方でございます、はい、そうすると周囲環境が違うんでも、例えばその情報の提供の仕方が変わっても、はい、随分性能そのものが変わってくる可能性があるということでしょうか。はい、あ、そうですか。はい、ありがとうございました。さて、鳥はいすゞ自動車のコンセプトカーで XU1 でございます。お願いします。私どもいすゞ自動車は、RV の世界をいろいろ広げていきたいと、さまざまな可能性を探っていきたいということで、いろいろなコンセプトカーを含めた研究開発をしております。本日は XU1 そのうちの一つでございますが、これについてご説明させていただきます。この車は今まで、RV 車の主流でありましたようなジープあるいはトラックから派生したものとはちょっと違いましてですね、それらを日常的に乗ることが一つのファッションとしても今確立しておりますが、もっと肩の力を抜いて気軽に四輪駆動車に乗りたいと考えていらっしゃる層にアピールしていきたいと、それらの人々をターゲットといたしました都会派のマルチパーパスユーティリティビークルとして、スタイルとパッケージ、装備を考え、それを具現化したものがこの車でございます。具体的な特徴の第一は、従来の RV にはなかったような都会的スマートさを力強さと融合させた個性的なスタイルにあるといえます。同時に快適で生まれ感のある安心できるインテリアも達成しております。次には、普段日常的に使っていただくために RV 車というものを非常に使いやすくするために、とっつきにくい敷居の高い部分をですね、身近なものにするためにドアの開閉と連動いたしましたステップの配置、あるいは、バックドアを両側開き、冷蔵庫のような両側開きとするようなことによって、日常的に非常に使いやすいものにしていきたいと考えた、これらのさまざまなアイデアが特徴でございます。なるほど。これを見て社長は怒りませんでしたか。いや、怒られませんでした。これはどう見たって乗用車なのに、お宅の社長さんは乗用車もやめたっておっしゃっちゃいましたね。本当に残念なことで、お宅で作って
いろいろ難しい事情がございまして、まあ、この車はご承知のように今世の中に売っておりますビッグホーンをベースにして作っております。これはあくまでシャシーの部分ですね、これを使っておりまして、上に乗せるものは、特に難しい技術というのは何も、将来的に難しい技術というものは何も使っておりませんので、まあ、すぐに量産もできることはできるんですが、まあ、いろいろ私ども伊豆自動車ではRV の可能性というのをいろいろ探っていこうということを考えておりますので、そのうちの一つのアイデアを具現化したものということでございまして、まだまだいろんな道があるかなと思っております。今後いろいろな形でご提案申し上げていきたいと思っています。その一つがたまたまこういう形で出てきたとご理解いただければよろしいかと思います。なるほど、まあ、そうすると乗用車の世界から撤退したというのではなくて、この RV のようなフィールドでは伊豆はまだまだやりますよと、こういうことでしょうか。はい、それでございます。あ、そうですか、わかりました。で、この車はいろんな可能性があると思うんですけれども、このぐらいのサイズで、公表されているような重量と出力があると競技用にも使えると思うんですが、どっかの競技にチャレンジしてみようなんていう企画はないんですか。はい、XE1 そのもののコンセプトにはそういったスポーツをイメージしたものはございませんので、これそのものでラリーレード等に出場するということはございません。ただし先ほど申しましたように、はい、ベースとなっておりますビッグホーンは先日もですね、オーストラリアンサファリーラリークラス優勝をはじめ、今度パリダカールにも出る予定になっておりますので、まあ、そういった点で RV の基礎技術の面でのモータースポーツへの参加というものは、従来にも増してやっていきたいと考えております。あ、そうですか。ご期待いただきたいと思います。あ、ぜひぜひ。それで、その競技にはいすゞからも人が誰かおいでになるんですか。おそらくはプライベートチームを援助するという形で参加することになると思います。あ、そうですか。活躍ぶりは現場でよく見ましたけれども、いすゞの人の姿が見えないんで寂しいなと思ってましたんでね。本田さんももう少しドロンコレースをやりになった方がよろしいんじゃないですかね。スマートな方はフェラーリの方に任せるにしても、おやりになることをお勧めいたします。ここのところなんかちょっと迷ってる風がありましてね。で、四輪駆動の RV の類なんてのは世界中から集めて売っちゃおうっていう自前でやる気がないみたいなところもありますんでね。CM と言っております。コマーシャルでございます。先週はこのコーナーは輸入車についてお送りしたんですが、さあ今週は先ほど伊豆の本田さんからもいろいろお話が出ました。 RV についていろいろまとめてみましたのでご覧ください。北ホールにやってきました。ここは商業車と RV のコーナーっていうふうに聞いてるんですけど、見てくださいよ、ほらほとんどもう RV ばっかりっていう感じ。今回のモーターショーは各メーカー本当に RV に力を入れてるんですね。それと反面、私たち自身の目もかなり RV に向いてるってことも言えるかもしれませんね。 RV 車の中でもこういった 4WD 車というのはかなり幅広い年齢層にも人気がありますよね。その中でもやはりその 4WD 車のまずはブームを作ったと言っても過言ではないのはこのパジェロではないでしょうか。でもこのパジェロもご覧ください。屋根にはカヌーが付けられるようになっていたり、つまりオートキャンプ使用車ということなんですね。で、まあそのオートキャンプ使用車ということのみならず、かなりこのしっかりした作り、これはやはりそのブームを作っていく先駆けとなるものがやはりここにはあるんですね。北ホールの外に出てきました。ここにはワンボックスタイプのオートキャンプ用の車からご覧のように980万円もするという、まあ、トラックベースのモーターホームまでずらり充実しています。まあ、私たちの中ではもうかなりそのオートキャンプというのは浸透はしてきているんですけれども、そうですね、これからの、まあ、オートキャンプのみならずリクレーションというのはもう2家族3家族ぐらいでみんなでワイワイとこういった大きなモーターホームを使って何日間もかけて楽しむというのが主流になるんじゃないでしょうか。私も一つ憧れがあります。私に家族ができたらお友達たちとみんなで一緒に北海道かどっかこう広いところをゆっくりとも1ヶ月ぐらいかけてこういったモーターホームに寝泊まりしながら楽しんでみたいなと思います。憧れはいつ現実になるんでしょうか。楽しみです。大きなモーターホームもとっても魅力なんですが、でもタウンユースにも使いたい、それから少人数で使いたい、そんな RV が欲しいという私たちには全く正反対の欲求がありますよね。
まあ、各メーカーごとにそれぞれ例えば軽自動車ですとかあるいはかなりの小型車の RV がたくさん展示されております。まあ、番組の中でも前にご紹介しましたよね。このワゴン R もそうなんですけれども、でもこのくらいの車ですと例えば私にとっては本当ジャストサイズ、とっても運転しやすいんですよね。いろんな荷物を積んでもちろんスポーツにもいいし、それからお買い物にもいい、どんなことに も気軽に使うことができる車、私にもかなり優しい車ですよね。そんな車がもっともっと増えるといいなって思います。 4WD 車によって私たちはオフロードの楽しさを十分に知ることができました。しかしこのオフロードでの厳しい条件、それを乗り越えるためにもっともっとそのオフロードでの可能性を考えたら、そうです、こんなトヨタのメガクルーザーのようになりました。例えば地中ですとか、あるいは段差の激しいところ、それから人間にとってちょっと厳しい条件下、つまり入ることができない場所、そんな時にこのメガクルーザーは活躍しそうです。例えばそうですね、テレビ中継車であるとか救急車、あるいはレスキュー車などにも活躍しそうです。オフロード車っていうのはつまりそう RV 車の一つではありますけれども、遊びの部分だけではなくてまさに私たち人間の生活にとって必要なものになりそうです。新しい可能性の追求ですね。 RV の可能性をもっともっと追求したい、そしてもっともっと遊びたいという方々のためにこんな提案はいかがでしょうか。実はこれはスバルのレガシーのツーリングワゴンです。それにプラストレーラーがつきました。何でもかんでも詰め込んでスッと遊びに行きたい、そうです、アメリカの映画などでもこんなシーンよく見かけましたよね。とってもかっこいいですもんね。というわけでつまり一つの車にプラスこのトレーラーがついたことによって、その遊びの幅ですとか量ともに2倍3倍もしかしたら4倍ぐらいに広がるかもしれませんね。さて皆さんはどんな風にしてこのトレーラー遊びますか。というわけなんですが、まあ、RV と一言に言いましても本当にそれぞれの目的を応じていろんな使い方ができるってことが分かったんですが、うん、さて今後なんですが、この RV ってどういう RV、ね、僕は RV ってのはよく分かんないんですよ。リクレーショナルビークルって言うんでしょ、はい、再生産可能ビークル ね、これがねどうだか分かんないんだけども、しかし車でねどこへでも行ってやりたいとか、人が通れなそうなところも行ってやりたいとか、いろんな願望があるんですね。だからそういう点ではアラジンの魔法のランプみたいにこういう車があってもいいなというふうに誰でも思うし、1回ぐらいはそれを試してみたいし、試してみると意外に大変だなってことが分かったりするわけなんですがね、でこれからどんなふうに進むかは日本のこちらにいらっしゃる皆さんも、先週おいでいただいた皆さんも、その会社の開発態度もが決定するんじゃないですか。というのはこれの本家は日本だから、日本で作った言葉ですよ、 RV なんていう言葉もね、日本だから日本が本番になって、そしてどういう世界中に出して、よりいいものを日本で作らなきゃいけないんじゃないでしょうかね。そう思っておりますが、はい、ありがとうございました。というところでコマーシャルです。さてと、もういくらも時間がなくなりましたけれども、今年のモーターショーを皆さんご覧になりましたでしょう、当然。で、ご覧になってですね、自社の出品作品以外のもので、広く気にかかるなというようなものはありませんでしたか。本田さん、いかがでした。はい、私の方はですね、個人的なことなんですけど、BMW さんの E1 ですね、あれが非常に私はスタイルも含めてですね、コンセプトも非常に感動いたしました。あのチビ、はい、そうですか。マジュンさんはいかがですか。そうですね、ベンツ のビジョンの絵、なかなかまあ、技術者としてはですね、大変小さい車ながらに本当にパシフィックセーフティーをですね、上手にこなして、あれ本当なんでしょうかね、あんな小さいもんで大きい500と同じ、剛性を持ってるっていうんですがね、ひょっとすると丸まるくなる虫みたいにこう丸まってターッと転がっていっちゃうんじゃないかなというふうに思うんで、先ほどスバルの加藤さんにそう伺ったんですが、本当なんでしょうかね。まあ本当だとすれば大変なもんですね。スバルの加藤さんはいかがでした。私もジャスミンを開発してる経緯もありますので、両方ともメルセデス・ベンツ BM のですね、非常にまあいろんな意味で参考にさせていただきました。でも小さい車を作るって言ったらイタリーと日本が元祖みたいなもんですよ。そんなのドイツ のちょっと小さいの作られたからってもうみんなで妙にありがたがるのはどういうわけですかね。
今まで何考えながら自動車開発してた、もうイライラすんなんで、須田さんに伺いましょう。おっしゃる通りでありましてね、私どものコンセプトではちゃんとあのベンツで便利してこの絵は便利だな、交差点のところに指さしたら大変なものは間に合うようになってる。それはそれとしてね、はい、やっぱりあの各社さん、あの日本の各社さん含めて環境安全、皆さん真剣に考えておられる、はい、あの私も一緒だなと思いました、うん、ある意味で心強く思いました。そうですか。これは手強いなと思ったのはありませんか。やっぱりあの真面目にこう作ってるという点ではドイツのベンツ、ベンベ、アウディ、この辺りですね、うん、ねえ、どうしてドイツが真面目で一生懸命で、日本も随分真面目に一生懸命やったのに、あれ見て感心しちゃうんでしょうね。悔しいですね。いや、それはね、うん、売るつもりで作って、あの売る少し前に出してくる、うん、そういう仕組みだからですよ、うん、我々もそういうふうにさせてもらえれば、敵の方が現実にやや近いかもしれないということですね、はい、うん、そうです。敵って言っちゃうじゃないね、はい、お腹まってますね。赤さんは電気電気一筋ですかね。電気にしびれって何年になりますか。いや、私はもう30年近くなりますね。でも今話しましたよね、こう BM、 まあもちろんベンツもそうですけど、まあ日本の各社さんも、うん、もう皆さんこう電気自動車を出してこられたということで、まあ今まではあまり古風奮闘ボソボソでやってきたんですけどね、うん、私なんか大変嬉しかったです、うん、そうですか。あ、やってる方向は間違いじゃなかったなというふうに。まあそうでもないんでしょうけどもね。でも概要の方から見ますとね、はい、でこんな同じようにハイブリッドやるんだったらば、エンジニア執行してって一つ会社別に作って、このハイブリッドの会社、特に研究開発会社っていうのをやったらもっと早くいけたんじゃないかなというふうに思いますね。そういう点で日本はシステムの上では自動車工業界があるし、皆さんを束ねてイベントをやるのには日本自動車工業振興会っていうのがあるんですから、もっと有効にもっと早く日本的な自動車システムっていうのは世界の自動車史の中にきちんとこう烙印で、きっとこう焼き印で押しとかなきゃいけないんじゃないかと思いますね。一つ頑張ってください。期待してますよ。こちらは野人馬ですから見てるだけでいいんですから、あの気が楽なことを言ってますが、それでも心の中では日本の自動車工業がいつまでも生き延びて、そしてあの世界の人たちに頼まれるような、もしくは日本の機械産業として十分な力が出せるようにと祈っておりますので。